はいこんにちは大竹誠です今日は一月の十九日金曜日今日のパートナーは室井恵月ですはい私の横にはこんにちは文化放送アナウンサー鈴木純子です、えー、そして金曜日ははい青木さですよろしくお願いします、はい 青木さんなんかノートの方行ってたから今日リモートかなと思ったらいや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 あのお帰りになってたゴールデンラジオのために戻ってまいりましたあそれはありがとうございますつい先ほどなんなんだろう十十一時半くらいにあそうなの東京駅に着く新幹線で金沢を八時九時前くらいですかね出てえ室井も向こうからでしょ今日はね新幹線結構混んでたよねあの 室井さんが乗ってるのは上越新幹線でしょ。はい,はい,はい、はい、で上越新幹線と、うん、あのこっちのあの金沢から来るのは長野の方を通ってくるので、うん、全然違って。あ,あ、そうか。混んでなかった。ああ 全然ってこともないですけどそんんななには混んででかったですよ、うん、金沢から来るってなんか新しくできたやつそそうですそうでですす、あのー、<あ>も,もともと僕は長野出身なので、ねうん、かつて長野新幹線って言われたのに、うん、今北陸新幹線になってしまった、はい <laughs> だ,ね、だから金沢から、うん、えーと新潟をちょっと通って妙高、うん、とか通って妙高いいとこ通るなって。 でえっと佐久平軽井沢とか通って高崎に来てえっていうそういうルートですよどうだったか詳しく知りたいね。あ後ほどはいノートの話は後ほどしますけど。はい今日はまあね寒いところもあるかも東京はなんかあるあるみたいなんです。ごい東京寒くなるっていうふうに言ってなかった。明日からです。もうやんスノーブーツ履いてきちゃったよ。それはね明日以降役立つんですよ。 もっと山沿いを中心に大雪の恐れがあるというと。先週もあれだよね。もうすごいブーツ履いてたよね。うん、もう。 おしゃれれは捨てたもうそどこやっぱりね新年から6弱のね自信味わって気を引き締めていくだから調子こかないようにする調子こかないようにするどういった意味でんか酔っ払って何かそれもあるし全然飲みに出かけてないしそう確かに酔っ払ってね道端で倒れてる人って都会ではいますけど。 あの雪国とか死ぬも死死にますからね。あったかい国とかだったらなんていうの暖かい地方だったらそれはありかなと思うよ。だけど死に死にますよね。長長野もそうですけどね新潟とか雪国とかだったらでも今年雪少ない。そのね埋ま埋まっちゃうよね死んでたらね。そうそうそう。近いすごいよねだって父ちゃん帰ってきてうええ。 って帰ってくるじゃんヨッパラって、はい、その時に玄関で寝ちゃったとしてもだよ、うんうん、それ見て見ぬふりしてたら殺人できるってこ父ちゃん殺すのやめろ <laughs> だけどそういうことじゃんねん <laughs> はい厳しいね寒さの中もまあね後々こう今日は能登の話なんかを、えー、青木さんがしてくださいます、うんはい、まあ前半でもその話はちょっと出るかもしれませんけど、うん、はい,、はい、はーいえー そうなんか近頃まあ年も食って友達も少なくなって一人でよく飯食ってるんですんだけどね寂しい、うん、まあいや別にまあ寂しいっていうよりも当たり前になってきたから、うんまあ、飯は一人で食った方がいいですよね別にね、うん、そ,うすそれはたまにはワイワイ食いたいけど、うん、普段の飯はね別にワイワイ言うこともないなと思って、うん、まあ食ってるんだけどあの昨日そば食ったんだけど。うん そば食ってそこちょっとちょっとちょっと良さげのそば屋だとそば食って茄子の水煮,煮浸し頼んで、うん、タラの目の天ぷら頼んで冷たいそば食って俺ね10分で出てきたよ早い早い早たけ <laughs> <laughs> もうねパッパ食ったらね もうそばだから早いんだもう冷たいのったらパーって出てくるじゃん、うん、あとパッパって出てきて5分弱ぐらいで出てきて5分ぐらいで食って、うん、なんか食うのも早くなってんまそ、あ、ばだからかな、うん、なんかこう,もう味合うっていうよりかもう駆け込む感じで。うん でもずっとなんかいっぱいかめ、はい、いっぱいかめって言うけど、うん、いっぱい噛まない方が美味しいしね、うん、後ご <laughs> いやいやちょっと待ってください。<laughs> うん、そばは,はねそんなに一生懸命噛むんじゃないか、ねいまあ、な全てそう <laughs> いろいろだからんか私食べるの好きな私がたどり着いた答えなんだけど噛まないあでもそば屋とあれでしょそば屋と寿司屋はあんまり長っちりっていうのはあんまり息じゃないって江戸っ子っぽい感じなんじゃないですかだからささっと食って帰ってくるのはいいと思うんですけど大竹さんお酒飲まれないからなお早いと その何ナの煮ビタシとそれからタラの目の天ぷらで一時間はいますよそれプラス酒飲むからそば味噌とかとか。お前ら店に迷惑。そんなんで粘られたらね商売やってけないよ俺。俺は商売やってけないね。まあパッパって食って帰ったらまあ気持ちがいい。俺はちょっと早いけど。じゃあ風呂も早い？早いよ風呂も早い。風呂も早いよ。長いなんかしたことないからね。温泉だった。 早いんだから、俺は。温泉はね、うん、僕場合によっては、平気で一二、一時間二時間。あんまり気が長そうに見えないけどね、そういうとこは平気なんだね。温泉は、まあ、温泉でもね、いろいろあって、熱い温泉もあるけど。うんうん、あの、熱い温泉に一時間入ったら、死んじゃいますけど。はい <laughs> <laughs> いや本当に <laughs> ぬ,るいぬるい温泉があるんですよあの人肌とさほど変わらないくらいの温泉があってああ入ったら出られないやつ、ね、出られない出られない一回入ったよどっかのらみんなで仲間とゴルフ頑張かて行って入ったらめっちゃくちゃぬるいところそ<う>出られないところそう,そ,うそういうところに混んでる時はマナー違反ですけど、うん 人がいなかったりすると、はい、ちょっと文庫本かなんか持ってって、うん、ぼーっと読んだりとかしてるわけですよ。あ,あそんなことするんだ。そうそうそうするともう一時間二時間どころかへ下手すると本当三四時間くらいいたりとか <laughs> <ー>することがま,まあでもなそういうの楽しめたらいいなまあそんなになんか俺はもう楽しめないな。うん もうなんか気が早いのかね。まあ、だいたい、その前は十分っていうのはちょっと早すぎました。うん。違うよ。できなくなった。私も前ほど本読まなくなった老眼だ老眼。それもある。うん。それもある。うん。タラの上だかなんだかわかんないもんね。それはわかる。でも。 あれですね、その逆に言うと酒飲まれないのに、うんはい、茄子の煮浸しとかたらの芽とかたらの芽はちょっとそばと一緒に食ったらうまいかもしれないですけどまあ煮浸しだってね別においしいじゃ酒飲みと特有のものとは限らないそれはし酒糖とか、うん、なんかね、うん、あとなんだっけ塩辛とか食ってるんでしょ、うん、君たちは。 そばの実とかが入った味そをちょっと炙ったりとかしてちょっとおしゃれなところというか昨日聞いたところは小さなしゃもじがなんかににりつけてあったりとかしてそれをこなめながら見たことあるけどうんだろだってそう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 てうそ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 ううそ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 ううそ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 う まあどうなんでしょうねいいはい。室井昨日は何食べた覚え<日>てない昨日お粥お粥、はい、とプロ,プロテインドリンクすげえバランスだななんかもう一人の時はそんな感じになっちゃう、うん、そうなの、うん、なんかうちでいろんなもの買ってきてくんだけどさ、えー、世の中のことあんまりよく分かって言ってませんけど なんか高くなってませんか、いろいろ。高くなってる、うん。高くなってるよ。高くなってますよね。もう怖い。なんかね、一万円札スーパー行ってね、一万円札なんかね、はい、前と違うよ、うん、すぐなくなっちゃうよ、何日間、はい。崩すと早い一万円っていうことわざがありますけどね。野菜がとにかく高いでしょ、うん、あと魚も高い。ただ、うん、全然あれなんだよ。あの東京来て、友達んちで、うん。 友達に泊まって、うん、でちょっとなんかこういうの買い出し夕飯のって頼まれてスーパー行ったら高くくてびっっりしちゃった、うんうん、値段が、うんうん、そうまあだからアメリカとかねなんかマックなんか比べたら日本はかなりもうめちゃくちゃ安いアメリカは3,000円だとか言ってんだけどこあとおにぎりがさ1個100円ちょっとだったのが今181円とかってさ。 するるんだよよビビるよね普通のおにぎりが。で500円で2個買ったらさもう飲み物もちょっと届かない感じだろ、うん、パンもこう1 6 0円消費税ついてやっぱり180安いパンで181円菓子パンでね、うん、なってるわけよ。うん、いやどうなってんのかなと思ってこ,うここが上がっちゃったらさ うん、もう給料なんか言ってられないじゃん、だってそうですよ、ね。だから本当はね、まあ金子さんのご専門ですけど、あ,はいはい、あの給料が上がって、うん、物価も上がっていくんだったらいいです、ね。いいんだけど。いいですけどね、なかなか給料が上がらない中で、物価だけ上がってる。うん、今全然わかんない、うん、東京の方の家賃ってどうなってない、うん。いやいや、家賃は俺は知らない。高い高い高い今不動産はすごい上がってて、特に。うん マンションの価格なんかもう本当に、あの超高値ですよ。あのだから、家賃もものすごい上がってますよね。だから。困っちゃうね。そうそう、だから、まあ、その比較的、当たり前ですけど、相対的に、こう、給料水準の低い人ほど、どんどん、あの厳しくなっている。あれなんだよね。だから、その裾野もすごい増えたし。あと、ほんの一人に、だったら、超金持ちとかじわっと金持ちも増えたんだよね。中間が減っちゃって。真ん中いなくなっちゃった。 いなくなるっていうかいるんだけど少なくなっちゃってあのちょうどあ真ん中少なくないよ金持ちも増えてんだよ増えてんのかな金持ち増えてんだよそう金持ち増えてるみたいですよ,よあのだからこれ以前話したと思いますけど、うん、あの アザブダイヒルズってできたじゃないですか最上階の何百億円だか何十億円するやつもそれは結構まあまあどういう人が買ったのかは知りませんけれどパッともうきちんと売れてるらしいのでだからやっぱり室井さんちょっと言ったけど金持ち富裕層は増えてる富裕層はどんどん富裕層になっていく。 一方で、こう、その、かつての分厚い中間層が、こう、うん、結構、こう、貧しくなってきてるってこと、ねはい。なんで、なんで、んなんで。なんで。なんでですか。<laughs> なんで、それは政治が悪いんですよ。<laughs> 政治が悪い。政治が悪いんですよ。それはだって、今だって、働いてる人の、ね、四割、派遣労働みたいになってるわけで。その派遣労働だって、もちろんね。うん こういろんなこう稼いでる人もいるでしょうけれどでもやっぱりこう不安定な働き方させられる人しかもインボイスでしょそうですねイインボイス、ね、1000万円以下も細かい1円までの領収書を出してどうのこうのでしょで登録しなくちゃいけないんでしょ、うん、登録しなかったところがなんか仕事がなくなっていくみたいな。うんうん なのにね数千万円のミスは事務的ミスだって言っているっていうどっかの首相もいましたけどね誰池田池田じゃなくて何とか3年たんじゃないですかだから大変ですよね今ねだから物価も上がってるし厳しい人は厳しいですよねちょっっと怒た方がいいいかもしれなでもとなると私いい時にちょっと地方に移り住んだかもねなんて えだって野菜とかってほぼもらいもんだしさあのなんていうのかなこうなってくるとやっぱりなんていうの半分ちょろっとお庭で野菜も作っててお勤め家族の誰かがお勤めちょろっと行っててっていうのが強いかもねああのあれらしいね。 なんか国でんか自給率低いじゃない日本なんてってことはものが国の中にだけじゃ足んないっていうじゃないそういう国ってあれらしいね戦争したがるらしいねだけどほらもともと武士がないわけだからよそから入れるしかないわけそしたらちゃんと外交やんなくちゃいけないわけじゃん。 外交がなんかできななければもう戦争になっちゃだから自給けん、ね、だから、まあ、だから,だからまあ中,中東とか、うん、ああいうとこだってね物をたくさん食べるものがなかったらやっぱ争いになるわけじゃないけどちょっとそれってさ、うん、政治やる人たちがそういう何ていうのばく好きみたいな感覚じゃ困るよね。 誰がきじいやだからさだから職業給とかげなくちゃだけどこれ僕なんかあんまりね専門家とか専門に取材してきた人間じゃないんですけれども例えばふと例えば僕も買い物好きだからスーパー行くじゃないですか醤油って見るじゃないですか一般的に買ってるのってまあ僕なんかもそんなに別にね金が余ってるわけじゃないからごく普通の メーカーの醤油買って食べてるじゃないですかで醤油ってまあ誰の家でも日本の人の家だったら絶対あるし毎日必ず食うんだけどこの間ふと見ると大豆原料大豆じゃないですか大豆って大体アメリカ産かカナダ産なんですよ豆腐とかももうそ国産のは国産って書いて高いもんでね僕ねだからねやっぱこれはおかしいなと思って実はその醤油をねちょっと国産じゃないやつを国産のやつを買ってみようと思ったら あのいわゆる大メーカーではほぼないですよ、えー、みんなアメリカ産かカナダ産ですよこれ言ってみたらいいですよで,、うん、で国産の買おうと思うと本当にそに結構地元のねこ,うこだわったその醤油醸造が、うんまあ、バカ高い、まあ、バカ高いっていうかそこそこの値段はやっぱりしますよね、うん、だからそうなってくるとやっぱりこの高いの醤油だったらこっちの両半両半もちろん両半メーカーの醤油もおいしいんですけど、はいうん、でも大体外国産ですよ、ね、でもなんかね。うん それね私もなんか料理好きだからそういう高いやつの買ってみようかなと思ったけどねお口が安い方になれてこっちの方が利きってなっちゃう。いかるかるかるだけどそうなんですでもねでもそうなってくると考えてみれば当たり前でじゃあ大豆がねもちろんそういう量販っていうのは量販メーカーの醤油も美味しいんだけど。 大豆はアメリカ産ですカナダ産ですとなれば円安になれば値段は当然輸入がボーンと上がるで醤油も値段上がっていくそれはそういうことになるっていう話にも通じるし蕎麦もそうだよ蕎麦もほぼそうなんですよ輸入だよそうそうそうも高くなったのウクライナとかロシアから都学史で作ってんじゃねえのあのねちょっとだけだけど蕎麦は確かにロシアに言っておりんロシアとかウクライナあっちの方で作ってたから今高くなっちて そばの自給率多分ちょっと手元にないんで正確な方もしご存知のリスナーのこと言ったら教えてもらいたいんですけど確かね3割とか2割とかそれぐらいだと思うんですよ自給率ほとんどああの少なくても輸入の方が多いはずですよ。だから そうなってきたらだからそんな国とか戦争でもしたらあるいはあるしたらだから大豆は入ってこない醤油もできないもあります蕎麦も食えなくなりますで、すぐなっちゃいますよねそれ大変だよ原っぱの雑草の取り合いでいや本当にそう喧嘩が起こっちゃう原っぱの雑草取り合うかあ、木。いやでも本当そうですだからそう考えるとキリギリスと喧嘩じゃないかするそうだよキリギリスこれも食っとこいもんね <laughs> そう考えると本当この国っていうかねのありようってまあ一見便利だけどあるいは一見快適だけど相当危ういっていうのはそれ本当考えるべきですよね。今日はあのゲストになんか佐藤、ね誠,さんうん、佐誠さんがいらっしゃるんだけど、うん、今日はあのこのなんだっけ哲さんの中村哲さんの、はい、あの 死んでも打ち返すなっていう本を、ね、紹介するんだけどあれ,あれだよねやっぱしなんかこう食料がすごい大事で,大事で、ね、この中に田中金っていう人が出てくるんだけど、うん、外,務外務省のね<ー>ずっと。 あの北朝鮮のた人、ねまあ、この人が言ってるんだけど、うん、やっぱし食い物大事だっていう、うん、だ食い物大事じゃなかったらもう外交だと、うん、戦争する前に外交ちゃんとしなくちゃダメだって言うんだけど、うん、パッと見たら日本の外交はな何してんのかなぐらいじゃないどこで何してんのかな外交ってって思うくらいだけど、うん、やっぱり外交ちゃんとしないと即す即なんかこうなんか。 武器弾薬話になっていやだから中村哲さんってね僕もあまり詳しくないんですけれどでもやっぱりアフガンの人たちが紛争とかに明け暮れてしまうのはやっぱり地元に産業がない食べ物がないあるいは農地が耕せないだからそれを解消しないとやっぱりこうねそういう紛争とかテロは絶えないって言って。 水引いてうどうしようもないとか水引いてねもうこの表紙はさあれなんだよこのほらこう中村哲さんが立ってるんだけど立ってるところの後ろに灌外用水と畑がさまだ緑にはなってないけど広がってるねそういう写真が表紙になってるけど。水水はすごい大事だねの人たちも早くどうにか できるといいね。うん、トイレとな。うんはい。上水道、下水道、これは本当に大変ですよね、うん。下水道もなんかノートのめちゃくちゃになってるって。あのね、今回、あの、後ほども詳しく話しますけれども。うん、要するに、あの直下型地震って、僕、あの阪神大震災の取材に行ったので、うんはい、阪神もそうだったんですけれど。うん やっぱりね、そのやっぱり東日本大震災の津波とはまた全然違くて、道路はひび割れる、まあひび割れるところが地割、れ陥没、それからこう流気、あるいはその土砂崩れであれでしたよ。もうびっくりしたんですけど、その鈴市でもそうですし、のと市でもそうなんだけど、そのマンホールがね、1メートルくらいボンと飛び上がってるんですよ。1メートルくらい道路の上に出てるんですよ。マンホールってどうなってるか僕も知らなかったんですけど。 いわゆる大きな酒だるじゃないですかってウイスキーとか入れるワインとか入れるあの樽ああいう樽が地面に埋まってんですねそのがボンと出て地上にその樽の形で出てるのがいっぱいあるんですよ。周りは柔らかいからあれだけどその硬いものだけボンと出ちゃってそれって当然ですけど上下水道の水道網じゃないですか。 だからあれ多分復旧させるのに少なくとも数か月場合によっては年単位ぐらいかかるんじゃないか、うん、でもそうすると水が出ない下水も流せないだからまあ本当にあの食事の中の方あの失礼ですけれども、うん、あの現地に行くともう本当それが一番悩みですよ、うんはい、トイレ、はい、それから水がないのでその風呂も入れないし、うん、こうもちろん料理もできないし、うんうん、要するに、ねてあのね、現地で、ね、あの被災者の人に聞いたんですけど、うん 水道から出てきた水でこう手を洗えるっていうのは当たり前だと思ってたけどすごい便利なことなんだとよそうだよね考えてみれば<う>あれだってさねためてある水でそっからひねって、うん、手とか顔とか洗うってなったら、ね、これ飲み,飲み水だからそでしかもそのひねって出るようなそういうものがあるところっていうのは結構大きな避難所じゃないですか。小さなな避難所なんかだと その要するになんていうんですかあのガソリンあのその石油タンクみたいなああいうのにポリタンクですよねに入れて水を持ってくるわけですよそれから手洗うってできないんですよできないんですよだからポンプのやつもあるけどねでもだから洗面器か何かに貯めてこうやって手洗うわけじゃないですかでそれもったいないので1回では捨てないでまた使ったりとか。 結構早くにその衛生面のことっていうのもこうした方がいいっていうのは、ねうん、そうだよねだけど、うん、でも、ね、それでもまだ水が出ないし下水が出ないから、うん、仮設トイレが来てもやっぱり仮設トイレってねあのここ使った方はご存知の方多いと思うんですけど、うん、水流すのも手動っていうか足かなんかで踏みながら流すじゃないですかだからなかなかちょっと大変ですよね。そうだだね現地のことははは後ほど赤さささんんが報告してくいいいます鈴木さん、はい まず毎日新聞からです大阪万博通じ野党支援経団連会長が会,会場予定地視察という記事です、うんうん、昨日日本国際博覧会協会の徳倉正和会長が大阪の夢島にある万博会場予定地を訪れました、うんうん、野党地震を受けて万博の延期を求める声が出ていることに対し徳倉会長は 地震からの復旧復興をやりながら、万博もぜひ完成させたい。復興後に観光業がよみがえるよう、万博を通じて支援したいと述べたということです。はい,えー、は,はい。え次は。え、毎日新聞からです。岸田派直撃苦肉の解散案とあります。うん、えー、自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件は、岸田総理が会長だった宏池会の元会計責任者も。 立憲対象となることが判明岸田派は昨日政治資金収支報告書を訂正したんですが総理は自身の足元に火がつき苦肉の派閥解散案を唐突に打ち出したということです、うん、他の派閥が同調するかは不明で政権の窮地は続きそうだということです 次はこれに関連して、泉房穂さんの X のポストですね、岸田派宏池会の元会計責任者も立件の方向とのこと、会計責任者や秘書に責任を負わせ、90人中3人だけをトカゲのしっぽ切りして終わりということか、本当にこれでいいんだろうかとポストしております。そして泉氏ははこれれススポニチアックですけども 元会計責任者の立憲報道に東京地検特捜部って一体何がしたいんだろう、えー、秘書や会計責任者が政治家本人の判断を仰がずに自らの独断であえて不記載にするわけがない東京地検特捜部って一体何がしたいんだろうと語っているということです。はい、本当におっししゃる通りで、ねはい、何したいんだろうね,ね<ー>会計責任者に までは行くんだけどっていう話だよね、はい、でまた東京新聞には、えー、自民党の政治資金パーティー裏金事件を受けて野党の、うん、企業団体献金の廃止や罰則の強化を主張して改革を競い合っているという野党の対応についても出ています、はいえー、これはですねアンケートや取材に基づく表、えー、が出ているんですけれども、うんえー、立憲民主党日本維新の会共産国民民主公明など、えー 企業団体献金禁止か否かなど丸罰で示しているんですが、国民民主と公明は企業団体献金禁止、そして企業団体による政治資金パーティーの購入禁止の欄は反対という欄にバツ、うんえー、がついております。うんうん、はい、えー、こういう姿勢が、ねまあ、政権与党に入っているあの公明党とそれから政権寄りの国民、国民民主ですね,ね。それはちょっとあの。 意を唱えているという感じだよねまた東京新聞の今日の一面です、うん、中小企業の35%賃上げ予定なしということです、うん、これは城南信用金庫と東京新聞のアンケートで分かったもので、うん、中小零細企業の35%賃上げの予定なしと答えています賃上げをする予定と答えた企業を上回りました理由として6割近くが 賃上げの原資がないと上げております。はい。昨日かお昨日の新聞でね、なんか中小企業が今年はもう、なんかこう。八千件ぐらい潰れてるっていう話が新聞に出てたと思うけどね。はい、え一、ー、月十五日付の読売新聞には。去年の倒産件数、四年ぶり八千件超えと。八千件だよ、中小企業ね。ね、はい、すごいね。えー、はい、いその中で賃上げなんか。 あ、できるはずもない感じだよねはい、最初に戻ります最初のもう一回お願いします自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で公知会の元関係責任者も立憲対象となることが判明しちょっと待ってその前に違いましそうでしたそうでしたはい、失礼しました 万博を通じの登支援というところですね、はい、え2025年大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会の徳倉会長が昨日大阪市の人工島夢島にある万博会場予定地を訪れて工事現場を視察しました、うん、そこで先ほど申し上げたような、えー、地震からの復旧・復興をやりながら万博もぜひ完成させたい 復興後に観光業がよみがえるよう万博を通じて支援したいと述べたということです青木さんこの徳良さんが万博を後押ししてますけどこれ東京新聞がですね一月十七日ですよね付けでこちら特ックホープというところで結構詳しくその万博と復興被災地の話書いてるんですけれど あの僕も現地でいろいろ被災者の方々に話を聞いてきてただまあ皆さんね今の他のところを批判するよりも、うん。 その自分たちのことで必死なので、うん、なかなかこう万博のことを、ね、こう面と向かって批判する人というのは正直言うと少なくて、はい、これに関してうね被災者の本当に、うん、こうそれどころじゃないという気持ちだと思うんですけれど、うん、あの東京新聞が書いているのが被災者これ穴水町の職員元職員の方なんだけど、はい、復興と復旧と万博両方手厚くできりゃいいけど、うん、そうはいかんでしょう。 っっってていう,ふうにおっしゃってまずは復興で優先でお願いしたいっていうふうにこうおっしゃってるのが東京新聞に書いてるんですけどこれね先ほどちょっとあの話したようにこれあのまあ東京新聞の記事で建設エコノミストの森山隆さんがおっしゃってるんですけれど何か従来ねそのこう万博のパビリオン建設っていうのとまあ会場建設っていうのと それから復旧工事っていうのは自動車に例えると F1 カーと乗用車みたいなもので重ならないんだみたいなご指摘もあるんだけれども、はい、実際にはその森山さんおっしゃってるのは大手ゼネコンは職人不足で必死に人をかき集めてる状態で資材も万博,も優,先な資材も万博優先になっちゃえば一般工事が そのこう追い追いつかかなななくなるんじゃないかと、はい、実際にその電線がもうすでに足りなくなっているというふうに指摘されてるんですよね。あそ,うそうなんですよ、ね、しかもこれ、うん、まあご存知の方多いと思うんですけれども今年2024年問題と言われていて建設業界だけじゃなくて、うん、まあトラックの運転手さんなんかもそうなんですけれど時間外労働の上限規制が、ねねうん、撤廃されるので撤廃じゃなくて徹底されるので。うんはい その相当こう人手不足にななるんじゃだからそうなってくるとで資材もさっき言った通り円安なんかでも上がっているわけでそうなってくるとその万博にその集中したらどうなるのかいや僕今回現地行って思ったんですけど別に住宅だけじゃ、まあ、住宅もひどいんですよ住宅だけじゃないんですよね。もちろん住宅はこう片っ端からって言っていいくらいそのこう倒壊してるんですけれどそれ以外にも道路。 それから電柱なんかもあちこちで傾いたりとかしてて電気も止まってるしそれから上下水道さっき言いましたけれどそれから住宅以外も公共施設それから今回重大なのは港湾港港,港港港港も本当に今えっと石川県内の港の確か7割か8割くらいが隆起しちゃったりとかして使えなくなってるん,んですよだからこう僕もちょっと港全部はもちろん行ってないんですけれども何か所か見てきたんですけれど。 こう流機車で使えないとかね、その被災者で漁業者の方いらっしゃったんですけど、船もやられちゃって船もすごいんだよね。ノトだけじゃなくて結構漁業やってる人たちの何割つってたかね。やそう。あれなんかイカとかああいうのやってるでしっていうのはノト町のおぎこってところが日本三大イカイカ釣り漁船の名所で、まあイカだけじゃないですよね。あそこだってうちあの富山湾っていうのはね、その天然のイケスっていうくらい本当にあそこ漁業が盛んなところなんで。 だからその公安もとにかく一刻も早くきちんとこうね復旧整備しなくちゃいけないということを考えるとまあこう多分、猫の手がもうこう借りたいくらい多分そういうね職人さん資材ありとあらゆるものが必要になるということを考えればいやいや少なくても万博どころじゃないでしょうっていうのは僕が現地に行った金の面でも資材の面でも人手の面でもですよね。 森江さんは意見ありますかこのことに関しては全くその通りだと思いますよやっぱり人も資材もすごい大変どっちに咲くかなんていうのは多くのみんなの意見一緒だと思いますよだから今回ねその。 まあ当たり前だしそれは求めなきゃいけないと思うんですけれど、うん、まあこれ能登ののに行くってね、うん、とあの半島の特殊性で道路が寸断されちゃったら物資も入らない、うん、人も入らないから、うん、とにかくそれ直さなきゃいけないって言って、うん、で僕も朝早く未明に行って、うん、で現地水も下水道もないから、うん、あの夜になるとこう金沢の方に戻ってきてっていうのをこう繰り返したんですけれど、うんうん、その途中でまあほんにもう頭が下がるんですけど。 もうその業者さんたちがもう,こうひび割れたところを埋め、うん、それから道路、土砂崩れたのと土砂を撤去し、うん、みたいなことをよう徹してやってるわけですよ、うん、だからあれをこうずっとねやらなきゃいけないわけですよね。一番ひどい時とかって全部ねよ、うん、夜通しやったんだよ、夜通し。 しかもこれからのとと輪島とか鈴ではねこの住宅の復旧復興あるいは仮設住宅の建設一番急がれるのが上下水道の復旧それが復旧しないと現地でこれ思ったんですけどね要するに上下水道が復旧しないとボランティアの人をなかなか受け入れられないんですってボランティアの人来てくれても水がなければ困るしあと下水がないからトイレもないのでたくさん来てもらうと処理できなくなっちゃうからって言ってだから 上下水道復旧しないとボランティアの人も来てくれないボランティアの人が来てくれないと、うん、その家の片付けとかの復旧も進まないそういうふうな事情ってさ知らないわけじゃないのに、うん、復興万博とかさらっと言っちゃうのってすごく背中が寒くなるぐらいちょっとホラーな感じる戸倉会長はこっちの視察じゃなくて能登、うん、の,の方の視察をしてその同じ言葉を言えるなら言ってほしいなっていう。だね、うん あの経団連って日本の経済のねいろんな企業が集まってるあれでしょそのトップでしょその人が言っててでもこうまあこれ国から見るとまあ大阪の万博だからまあ大阪は力入れてるよねで金も出してるよね。 でこの金がどんどん膨らんできてそこに今国も協力してるっているるう金の形を取ってるわけだよねそうしたら、まあ、あの予備費を使うとか、ね、いろいろのとのことは言ってるけどどうしてもそれはこっち側にもエネルギー使わなくちゃいけないそれが最初最後の人材の問題にも機材の問題にも影響してくると思うんだけど。 まあそういうなんかこう経済はやっぱしさ能登だって大事じゃん。うん、大事ですよねえやっぱしなんかあんまりなんかこう片っぽだけこれでしかもこれもうか万博もう赤字じゃねえかって、うん、もうや経済効果がどのくらいあるのか。 全然見通せないっていうところまで来ちゃってるわけだから。ああしかもね、万博の本質っていうのは、これ、うん、カジノを作るための、なんか梅払いみたいなもんですからね。そうなん、それがもう見え見えになっちゃってるからね。うん、さあ、今日も始めましょう。